島県海陽町の轟九十九滝に来ています。この名前の九十九というのは、多いという意味なので、滝が九十九あるかというとそうではないんだそうです。この滝は、不思議なことにカレイの滝、と呼ばれているそうです。カレイというのは海の魚、カレイですね。昔ここにカレイがいたという話なんですが、そしてまたこの写真の下の方を見てください。滝に落ちた水が綺麗な虹を作っています。